はい、皆さんこんにちは、ちでございます。八八じゃないですね、太鼓さんやっていきまっていきたいと思います。さあ、朝倉さん教えてください。影明さん、はい、あ、よ、あ、違う、こっちだね。佐野さんの好み教えてください。あるものは雪、あ、ブグを好むんですね。じゃあ次は正弘さん、あなたブグじゃないよね。あ、チャキはビオブランド芸術品を好むと。で、ゆうきさん、はい、あなたね、あのものは南蛮トライ、南蛮トライなのね。あ、真田さんは聞いてもね。じゃあ、ありがとう。ならば、ちょっとね、はい。お友ではございませんか、と、贈り物。ブグ好むんでしたよね。ブグ。ほいと。鎧ね。はい、これでどう？おお、これは素晴らしいと。あ、行かないんだね。まだ足らないのか。まあ、手合わせやめときましょう。で、お次。あなたは書物だっけ？あ、芸術品か。チャッキーはもうないもんね。芸術品で。はい、牧畜図。おお、これは素晴らしいと。おお、あなた結構来てくれましたね。はい、じゃあ次ね。あら、ゆうきさんいないわ。あ、ゆうきさんいたいた。お、とるではございませんのか。あなた南蛮仏だっけ。あ、南蛮トライだね。なあ、聖書。おお、これは素晴らしいと。あなたはもう、あ、50巻だね。武将だね。はいはい。で、よいしょ。で、お次は、真田さんだね。ああ、あなたは書物。あんま上がんないんだよね、この人ね。上がんないでしょ。上がんないね。技能指示、技能指南。ああ、はい。で、お次は、志賀さん。うん、あなた何番だね。はい。上がった？ああ、あなたマックスだね。じゃあ、あとはもうみんなやっちゃったので、贈り物ね、やっちゃってんで、もうこれはおしまいと。さあ、城に帰りましょう。報告に終えられた方が、妻と話しましょうね。お前様家何でもありませんのと。はい、殿何になさいますか。まず人事ね。あ、いませんか。じゃあね、締めので、あ、合戦しましょう。まずね、ここですね。お、熊野水軍、もうお味方になってるね。ここを、もう、洲本城取って取られたりだね。はい。出陣いたしましょう。で、軍団長は、あ、成林行かそうかな。でもね、もうやっぱり細川さんだね。細川さんで、いや、もうこの人すごいもんね。細川さんで決定して、半兵衛、官兵衛、秀長、正幸って。いや、こんなにいる？兵士マックス。まあ、鉄砲みんな持ってっちゃうからね。うん、次我々は軍馬で行くしかないんですけども。そうだね。ということは我々次は馬でいい人連れて行った方がいいのかな。まあじゃあいいかな。まあいいか。行ってらっしゃい。もうちょっと半兵衛さん、官兵衛さん一緒につけるのちょっと抵抗あるんですけどね。はい、はい。援軍要請。一応しよっか。来てこれるかな、雑賀城。はい。はい、行ってらっしゃいませ。出せぬと申されましたか。じゃあ次はね、指名伝達しましょう。お金欲しいね。金策優先。で、閉じる。で、次、馬たまり持っていくつもりなので、ちょっと牙優先で行ってみましょうか。うわぁ、天子さん、また。あ、なんかすごいな、これ。あらまあ、高坂さん、佐竹さん、道雪さん、あ、道雪さんも、てかみんな馬いいんだね。天子さんさっき使ったんだよね。佐竹さん連れて行こっか。佐竹さん連れて行こっか。ねえ。佐竹さん、この人めちゃくちゃいい人ですけど、佐竹さん連れて行こう。はい。で、道雪、畑野さん。わ、微妙だな。でもすごいね、この人も。だいぶ修行したんだね。畑野さん連れて行こう。二人目はね。あ、馬場さんね。
ああ、ババさんね。ババさん連れて行こっか。で、あと福島さんは置いといて、お、前波さん。この人もなかなかスペシャルなんで、前波さん出て行きましょう。さあ、これで4人開けたので、はい、以上でよろしゅうございます。で、合戦しましょうね。で、取り返しに行きましょう、玉縄城。はい、玉縄城取り、はい、取り返しに行きましょう。で、例のごとく、馬1万3000ですね。馬1万 3000? あ、そうなのね。で、私は、まあ、私は足軽で行くんでね。で、いいでしょう。はい。で、援軍要請しましょう。まあ、いつもの庭さんにお願いしましょうか。はい。ねえ、庭さんいつも来てくれる、本当にね。当家の香川元景様がお亡くなりになりました。あ、なんじゃ、元景か、なんということじゃ。はい、天命には、お、三好さんも亡くなっちゃったね。はい。当家の小田原城下で放棄した一揆は、あ、収束したのね。木曽福島城下で、これはもう全然私のところじゃないので、はい、皆の働き期待しておるぞ、と。私、馬じゃなくて、私は足軽ね。あと皆さん、馬って、鉄砲持ってんのね。ほよよ。はい、じゃあ、いいでしょう、これで。遠征内容は、これでいきましょう。あ、まだそれでも4200人残ってんだね。備え配置、全軍、しかも雨なので、鉄砲は使えないんですね。はい。で、意見聞きましょう。戦況は我が方は優勢だな。劣勢となっております。今は構成で何を示してもと。前野さんが言ってきたんだね。じゃあ、戦闘続行しましょう。あー、でもこれ。鉄砲で十分落とせるね。あ、でも馬ばっかりだ。馬ばっかりなので、もう行くしかないね。じゃあ、私は雷神使っちゃいましょうか。雨なんでね。で、おお、減る減る。なかなか減りましたね。で、お次は誰？力攻め、火攻めができない。なので、力攻めでつきましょうか。大馬さんなんですよね、確かね。はい、力攻め一気に。ああ、佐竹さんなんだ。おお、減った減った。で、あなたも力攻め。ああ、あなたも力攻めか。まあ、三段打ちあるけどね。前歯っていうの今の。おお、で、あなたは？あ、あなた、火攻めもできると。あ、馬場さんだね。お、減る減る。あなたも力攻めと。はい。畑野秀長さんね。お、減るね、それなりに。おお。で、晴れたので、鉄砲の人は鉄砲でやるか。これ、強襲でも落ちる気がするね。はい。ね、落ちたね。お、洲本城の攻略しました。さすがだね、細川さんね。で、また雨降ったので、私また雷神で行っとこうかな。で、あ、また力攻めだね。で、力攻めだね。雨天で鉄砲撃ってもそんなね、なんかすごいことになりそうにないので。はい。馬場さんの力攻めめっちゃ減るね。はい。晴れないので鉄砲撃てないのよね。橋場秀吉様、北条家の軍団が敵の援軍として玉縄城に迫ってきておりますと。じゃあもう来てるので、あと2ターンだね。雨降らないことを祈りますけど、せめて火攻めぐらいにしておこっか。いや、力攻めにしておこっか。いや、火攻めにしましょう。次あれできると思うので。抜いちゃったわ。
あ、で次は私か。ああ、いい感じですね。じゃあ縄文爆破入れといて、もうね、援軍来ても大丈夫な感じに。援軍間に合わないんじゃないこれ。非全命で力全命、もう、うん、もう兵はどうでもいいので抜きましょう。で非全命ね、おババさん非全命めっちゃ減るんじゃない。おお減った減った。であなたも非全命。おお畑野さん持ってったね、いいところ。うん、はい、あここまで来てたんだね。さあ誰持っていきました。あら私が持ってったの。はい先行たち。おおでも畑野さん来たね。母精進いたしますと。はい馬場さんね。いやー馬場さんめっちゃ働いたよめちゃくちゃ減らしてくれたもんねえ。はい、あそう思ったらね、委任じゃないんだったら、あれ誰だっけ、城ずね、築城の上手い人。どうしよう、帰ろうかな。いや、このまま、江戸城も攻めちゃおうか。ね、江戸城攻めちゃいましょう。合戦目標選びましょう。目標ね。うん。もう居城ですけど、選びましょう。はい。行っちゃいましょう。で、おぉ、足軽キバキバキバ、もうこのままでいいでしょう。はい。で、援軍読みましょう。これはもう、家康さん。あら、1万人?1 万人ということはどっか行ってんだね。あじゃあ来てくれないかな。一応1万人で行ってみましょう。うん、頼んでみましょうか。援軍参戦。2万貫でどうですか。おお、来てくれんのね。で、意見聞きましょう。大手間、まだまだもうちょい。ああ、ここ長いわ。大変だわ。1万4000もあるので、もうこれ完全抜かないといけませんね。もう、数を減らすこと考えたらダメですわ。結構。うん、はい、アイセント続行ね。ちょっとこれやばいかもわかんないね、援軍次第ですが。で私はもうどん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 爆破しましょう。馬場さんがいたら、おおすごいわこれもうこれ抜ける気がする。はい非全命、ババさんで多分抜けるでしょこれ。でババさんの非攻めで、非攻めじゃなくて力攻めでいける気がする。お抜けなかった。また畑野さん持っていくねこれね。抜いちゃった。さすがに北条援軍来るよね。はい、縄文爆破ね。おお、減る減る。で、非攻めでどんどん行きましょう。で、力攻めで。はい。で、馬場さんだね。非攻めで。抜ける？おお、また畑野さんいいとこ持っていくわ。ハートナさんいいとこ持っていくね本当に。さあこれ二の丸来ましたよと。で私さすがに次はもう千成秒短ね。であなたも、ああなたまだ非攻めいけんだね。でお力攻めねいけますと。で非全命で、あなたも非全命。ほいほいとほいとほいと。で次私もう爆破できるよね。ほい、あ抜いちゃった。おお榊原さんが来ましたね。あらららら、なんかナリリンみたいな顔してんね。
我が子の畑、たたたくたくとご覧くだされと。と思ったらいい時間になっちゃったね。じゃあね、ちょっとこの辺で終わっておきましょうか。じゃあね、誰だっけ、秀吉さんだ。秀吉さんの太鼓さん、終わっておきたいと思います。どうもありがとうございました。